キスビーストは日本の女性アイドルグループである。キスビーの関西メンバーを中心に結成された。2014年11月に東京、渋谷を拠点とする女性アイドルグループキスビーの関西在住メンバーで結成される。2016年1月より関西を拠点に本格的に活動を開始した。年間100本以上のライブ活動を中心に CM やラジオ、 舞台など多方面で積極的に活動する関西のアイドルグループ。見た目からは想像もつかない、ロックテイストの楽曲も多く、パフォーマンス面での評価も高い。関西アイドルリーグ初代王者にして、サマソニー2017に出演。現在は、正規メンバー7名、研究生5名。正規メンバー研究生正規メンバー、冷えたさとしゆう。 1999年6月8日ニックネームは、自由。キスビースト1期生。元チャームアップガールズ、大阪支部長だが、専属モデルにはなれなかった。現、キスビーストリーダー。キスビー1.5期生であり、キスビーと兼任していた時期があるが、2015年12月26日より、キスビースト専任。2018年10月16日に、ソロ活動を開始し、 初ライブを行った。2019年8月7日、自身がプロデュースする新グループが結成予定であることを発表し、11月12日にグループ名、ポポとメンバーを発表した。ポポは同月21日にデビュー。2019年11月22日、2020年春をもって卒業することを発表。グループ卒業後はキス BE に移籍。 2021年2月をもってキス BE を卒業した。グループ卒業以降は、所属事務所のソロタレントとして活動する。研究生野崎雷姫、2002年3月24日、YouTube テレビラジオ YouTube ネット番組、ありがとうございます。